今回は久しぶりに旅行にやってきました。諏訪湖のサービスエリアには温泉がついているそうなので行ってみたいと思います。温泉からは諏訪湖が一望できる素敵なお風呂でした。今回の目的地は金沢にある篠田楽器さんです。ちょっと疲れたので途中にあった道の駅で休憩したいと思います。お食事処たぬきさんで飛騨牛のホルモン焼き定食をいただきます。ホルモン焼きに一味をかけるとさらに美味しくいただけます。とってもボリュームがあってお得感満載でした。東京から金沢まではだいたい6時間半ぐらいかかります。今回の旅はあまり急いでいないのでサービスエリアに寄って休憩をたくさん取りました。今夜は東金沢駅近くのホテルエコノに泊まります。少し仮眠をしてからホテルの近くを散策したいと思います。焼き鳥と魚料理の美味しいお店とりあえずにやってきました。まずはビールで乾杯します。前菜の野菜がとても美味しかったのでこれは何ですかと尋ねたら金時草という加賀野菜でした。金時草をさっと茹でて生姜とポン酢で食べると美味しいです。食感や味などはモロヘイヤに似てるなと思いました。口コミ通りどの料理も本当に美味しかったです。今日はせっかく金沢に来たので久しぶりに日本酒をいただきます。透き通った味わいながらも北陸の日本酒の独特な芳醇さもありました。次の日は楽器屋さんを訪れる前に少し散策をしに出かけました。金沢には何度も来たことがあるのですが海を見に来たのは今回が初めてです。金沢の海は暖流と寒流が交わる地形だそうです。ですので種類が豊富な魚がここに集まってくるそうです。今回の旅行で日本海の新鮮な海の幸をたっぷりと味わいたいと思います。金沢で美味しいお魚が食べれるのはこの海のおかげですね。夕方この海に訪れるとサンセットがとても美しいそうです。金沢市内からも割と近いのでぜひ皆様金沢を訪れた際は海岸に行って海を見てみてくださいね。こちらの海岸が美しいのは毎年5月にグリーンビーチ in 金沢が開催されているそうです。清掃ボランティアに参加すると自分の住んでいる町がきれいになることが嬉しくなるとともにボランティアを通して人との関わりの大切さを学ぶことができます。私は定期的に海を訪れたくなるのですがいつもなんでだろうと思っていました。きれいな海のブルーは心を落ち着かせ波の音を聞くととてもリラックスした気持ちになります。波の音はとても不規則なリズムを刻み続けていますがこの波の音は母親の体内で聞いた音によく似ているのだそうですよ。なので他の自然音に比べてよりリラックスした気持ちになれるのだそうです。ようやく篠田楽器さんに到着しました。今回の目的はチューバのソフトケースの相談です。今のソフトケースを直すのか新しく作り直してもらうのかを一緒に考えていただきました。店長さんからおすすめのお酒を聞きました。今度飲んでみたいと思います。せっかく金沢まで来たので観光名所を巡りたいと思います。まずは21世紀美術館にやってきました。21世紀美術館は金沢市の中心部に位置し誰しもがいつでも立ち寄ることができて様々な出会いや体験が可能となる公園のような美術館を目指しているそうです。この有名なプールの作品はアルゼンチン出身のレアンドロ・エルリヒさんの作品です。館内は有料の展覧会ゾーンとミュージアムショップやアートライブラリーなどが揃う交流ゾーンがあり展覧会ゾーンはここでしか出会うことができない作品も多く気軽にアートに親しむことができる現代美術館となっています。カフェレストランのある交流ゾーンや敷地内は通り抜け OK というオープンな雰囲気で敷地内の野外展示作品も見学自由ですよ。次は21世紀美術館の隣にある石浦神社を訪れました。ご縁結びにご利益のあるパワースポットとして女性の方々に人気があります。水玉の守りや御朱印帳が人気で古墳時代に建てられた金沢最古の宮としてロマンあふれる素敵な神社です。
令和元年に101基の朱塗りの鳥居が連なる参道が建立され、101鳥居と名付けられました。次は金沢神社を訪れました。兼六園そばにあるとても綺麗な社殿の神社です。境内には湧き水を汲めるところがあり、皆さん持ち帰っておりました。ようやく兼六園に到着です。10月に兼六園では桜が咲くのは皆様ご存知でしょうか。春のものと思ってしまう桜ですが、兼六園には10月桜と呼ばれる桜がこの時期から春まで桜の花を咲かせています。一見ミスマッチな感じもしますが、そこはさすがの兼六園、何の違和感もなく美しさを共存する兼六園の10月桜だそうです。園内にはこの時期秋の七草を見つけることができます。万葉集にも読まれる秋の七草を兼六園で探しながら散策するのも素敵ですよね。なお10月は毎年ライトアップが予定されています。近年はプロジェクションマッピングを金沢城公園で行うなど、秋の兼六園の夜を盛り上げてくれています。雪吊りのないこの時期に純粋に紅葉を楽しむことができるライトアップは必見ですね。兼六園はライトアップの時期、期間限定で夜間を無料開放しています。ライトアップの時間帯は公式ホームページで調べてみてくださいね。また特別なコンサートなども予定されているそうですよ。それではこのまま金沢駅に向かいたいと思います。金沢駅にあるおもてなしドーム。金沢は雨や雪が多いため、駅を降りた人に傘を差し出すおもてなしの心をコンセプトに誕生したそうです。金沢を訪れた人を幾何学模様のガラスの天井が優しく迎えてくれます。金沢の伝統芸能であるフォトスポットとして人気なのが荘厳な印象の鼓門。能楽で使われる鼓をイメージしています。金沢駅の説明をしている間に富山にたどり着きました。昨日たどり着いた場所は富山県滑川市です。滑川市はホタルイカが有名です。ですので今日はホタルイカミュージアムに行ってみようと思います。ホタルイカが取れるのは3月から5月。ホタルイカの発光ショーをやっていない時期に行ったので楽しめるか不安だったのですが、結果ものすごく楽しかったです。ホタルイカの取れる時期ではないので、お客様も少なめでゆっくり見ることができました。海ホタルの発光ショーもあり、ライブシアターをやっていて、クイズゾーンがあったり、いろいろ体験することができました。ダイオウグソクムシの展示もありました。ホタルイカの発光の季節にまた訪れたいなと思います。お土産コーナーで面白いものを発見。お水を加えるだけで本物の海ホタルの光を観察できるキットがありました。夜の海面を天の川のように変えてしまうほど幻想的な青い光を放つ海ホタル。発光する原理はホタルイカと同じだそうです。外敵に対して威嚇をするときや刺激を受けたとき、求愛行動のときに青く発光する甲殻類の一種です。このキットには海ホタルを乾燥させたものが入っており、水を加えることで天然の青い発光を観察することができます。滑川の海は深層1000メートルを超える日本有数の深い湾です。春を迎える頃、海岸の浅瀬にたくさんの生き物たちが集まってきます。水温が1年で最も下がる時、普段は深い海に暮らしている生き物たちがこの海面にやってくるのだとか。滑川の春の海を今度また見に行きたいと思います。自宅に帰る途中に面白い道の駅を見つけたので寄ってみたいと思います。スカイドーム神岡は宇宙物理学研究を紹介する飛騨宇宙科学館神岡ラボが2019年にオープンをしました。飛騨市神岡町にはニュートリノの研究でノーベル物理学賞をもたらしたスーパーカミオカンデをはじめ、宇宙と素粒子の謎を探求するための研究拠点が集まっています。こうした研究の魅力を広く伝え、科学と社会の新しい関係性を作るための全ての人に開かれた場所だそうです。帰り道に熊牧場を見つけたので立ち寄ってみたいと思います。奥飛騨熊牧場は100頭余りの熊さんに出会います。個性的な仕草でおねだりをする熊さんに餌をあげたりと、時間を忘れて熊さんと楽しい時間をゆっくり過ごすことができます。坂道を登っていくと、子熊から大人の熊までたくさんの熊に出会いました。餌をあげることもできたり、子熊を抱っこして写真を撮っていただいたりと、
非常に思い出に残る体験ができました。くまさんもそれぞれがとても個性的なパフォーマンスをしてくれます。おやつをちょうだいとジェスチャーする姿がとっても可愛らしく、想像以上にクマのいろいろな姿を見ることができました。それでは少しクマの可愛らしい姿をご覧ください。寝っ転がっておやつが飛んでくるのを待っているクマさん。このスタイルでおやつを待っているクマさんは結構いました。この日は暑かったのでクマさんたちもちょっとだるそうですね。急にクマ同士の喧嘩が始まりました。おやつの取り合いで喧嘩になったのかな。子グマロッジでは今年生まれた子グマと触れ合い撮影会ができます。抱っこしてみるとふわふわな毛で、暖かなぬくもりとずっしり感がたまらなく可愛かったです。鎌田川に面した荒神の湯、露天風呂のみの共同浴場です。奥飛騨の雄大な山々と夜は満天の星が楽しめるそうです。今度は満天の星空を眺めながら入りたいと思います。2泊3日の旅でしたが、皆様最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでも旅に行った気分を感じていただけたら嬉しいです。それじゃあまたね。